こんにちは。今日も毎日手帳のコラージュをしていきたいと思います。今日は7月30日の日記です。何もアイディアがありません。可愛いメモ帳に頼っていきたいと思います。できました。2019年7月30日の日記です。どうしてもこの可愛いメモを使いたかったので、こういったデザインにしました。やっぱりメモ本体には何も書き込まない方が可愛く見えると思います。手帳の周りは以前作った手作りのオリジナルのラベルシールを使ってみました。簡単ですが華やかな見た目に仕上がりました。もし次こういったデザインで作るとすれば、ポイントシールの間隔をもうちょっと考えて貼っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。